すまねえ。本当にすまねえ。他に当てがなくてよ。怪我人を追い出すような白状はできないよ。エルミナ、やはりエアリスを取り戻すべきだ。またその話かい。シンラの地下施設で人体実験の跡を見つけた。俺の方がシンラという組織を知っている。話を聞いただけでエアリスを解放するとは思えない。この世界でたった一人の古代種となれば、科学部門が黙っていないはずだ。科学部門には北条という人を人とも思わない。やめておくれ。でも少し考えさせてくれないかい。あんたたちも疲れただろう。今日はもう休んだらいい。エアリス？外行った？うわ、怖いよ。夢か。さてどうでしょう。無事なのか。この通り。私子供の頃シンラにいたの。うん、エルミナから聞いた。そっか。だからね、昔住んでた家に帰ってきたみたい。居心地悪くないよ。ここよりいいのか。それは意地悪。エルミナも心配している。もクラウドも当たり前だ。心配かけてごめん。人は必ず死ぬ。だろうな。だから正しくちゃんと自分らしく生きなくちゃ。一瞬、この一瞬を大切に。覚えておこう。あのね、この一瞬を大切にだろ。クラウドと会えて嬉しかった。かけてくれた言葉一つ一つ、してくれたこと一つ一つ、全部嬉しかった。一緒にいられて楽しかった。でもね、
気にならないで。もしそうなっても気のせいだよ。ずいぶん一方的だな。もう朝、行かなくちゃ。迎えに行く。悔しいけど嬉しい。あんたには世話になりっぱなしだ。この恩は忘れねえ。俺にできることがあったら何でも言ってくれ。困った時はお互い様さ。エルミナ、あれから考えてみたよ。呼ばれている気がするんだ。だから私からもお願いします。助けたいんです、友達だから。うすうす分かってたのさ、いつかこういう日が来るんじゃないかってね。それでもエアリスを助けてやっておくれ。父ちゃん。ん？マリン。行っちゃうの？すまねえな、マリン。そばにいてやれなくて。父ちゃんだっていつも一緒にいたい。本当だ。でも、それじゃ戦えない。悪い奴らが星を壊そうとしてる。実はな、父ちゃん、そいつらと戦ってんだ。星やスラムのみんなを守るのが父ちゃんの仕事だ。はっ。だから行かねえと。マリンを助けてくれたお姉ちゃんを今度は俺たちが助けに行くんだ。助けてもらった俺、ちゃんと言わねえとな。うん。あのね、あのお姉ちゃんね。どうした？ううん。助けてあげて。任せろ。帰ってくるよね。ああ、絶対だ。バレット、マリンは大丈夫だ。よし、死んだビルに乗り込むか。目的を忘れるな。わかってるよ、エアリスの救出だろ。なんか落ちてる。でも上までどうやって行く？鉄道は動いてないよね。じゃ線路を歩くか。今は非常事態だ。表立ったルートは封鎖されていると思った方がいい。じゃあどうすんだ？裏ルートがあんのか。そういうこと知ってそうな人って。コルネオか。なるほど。またウォールマーケットへ。コルネオとはね、あの床から落とされて以降会うことはなかったんだけどね。またしてもコルネオ登場か。なんか変なマテリア手に入れた。
アルキマニア？これか。へえ、いいことがある？いいことがあるってか。んなら、ちょ、属性の代わりに。歩こう。え、これこの辺歩いてるだけでも？マテリアにカウントが？あ、入ってる。こんなのもう輪ゴムでコントローラーのスティック。はーい、注目！情報やキリエの大スクープだよ！いけないんだから、飲むしかないよな。反シンラグループのアバランチが1番と5番の後、調子に乗って7番マ航路まで爆破したんだけど、素人の悲しさで爆弾の威力を把握していなかった。その結果がこの大惨事。しかもウータイから莫大な資金援助を受けてたんだって。反シンラなんて大層な看板を掲げてるけど、実際はウータイの手先というか、ただの使いっ走り。これが真相。ウェル仕入れたばかりの最新ニュースだよ。はーい、ゴギル、ゴギルちょうだい。マジかよ、油断も隙もねえな、ウータイは。結局、魔法が妬ましいのさ。また戦争になるのかい。仕掛けてきたのはあっちだ、仕方ないだろ。ねえ、ゴギル、情報はただじゃないんだよ。ウータイの手先じゃねえ。他はともかくそこだけははっきりさせねえと。私たちの主張なんてもう誰も聞いてくれないよ。ごめん。ティファ、なあティファ、俺たちは反省も後悔も許されない身だ。こっから先はもうただただひたすら前進あるのみ。何があろうと阪神らの火は消さねえ。うん、でも今は前だけじゃなくて周りも見て、みんな怯えてる。だからお願い。お？最後の仕事？困ってる人がいたらできるだけ助けてあげたいな。なんださっきのやつは。フェイクニュースを流してんじゃないぞ。ああ、困ってる人がいる。最後ってことは結構チャプターが進んでるんだよな。チャプター何歩まで行くのか分かんないんだけど、あ、結構発生するみたい。これが最後となると、まあそりゃそうだよな。シンラビルに行くってことは物語の終了に近づいてる。あ、クラウドさん、麦たちを見ませんでした？日課の見回りに行ったみたいなんです。今日は中止にしなさいと言うべきでした。もし子供たちを見かけたら帰るように伝えてくれませんか？子供たちの特徴は多分わかる。あんたは動くんじゃねえぞ。ここで子供たちを迎えてやれ。いいな？あ、はい、そうします。よろしくお願いします。前と同じならね、あのおもちゃの剣持ってんじゃないの？またどっか街中を探していればいるんじゃないか。あ、チョコボがいる。あ、サム？あ、クラウドさんですよね。いいところにいらっしゃいました。オーナーのサムから話は聞いています。凄腕の元ソルジャーの何でも屋だとか。そこでご相談なんですが、うちのチョコボたちを探してもらえないでしょうか？実はプレート落下の衝撃に驚いて逃げてしまったんです。きっと今頃怯えてお腹を空かせているはずです。かわいそうに。それは大変だな。わかった、気にしておくぜ。
ありがとうございます。見つけたらこれを食べさせてください。逃げたのは3羽。名前はカカ、ロロ、モモです。野菜を食べて落ち着けば自分たちで帰ってくるはずです。よろしくお願いします。へえ、ファストトラベル。へえ、ああ、バッチリ書いてある。なるほど。あ、そっか、教会の方まで今行くこともできる。で、あれサムじゃなくてサムの下っ端だった。子供はこの辺にはいないのかな。ちょっと教会の方行くか。教会見落としてるマテリア随分と前にあったから。で、あなたはお医者さんだっけ。どうしたもんかな。おお、君は確かエアリスのボディーガードだろ。エアリスはどうしてる。急ぎで薬草探しを頼みたいんだが、今日は一緒じゃないのか。実は7番街の事故で薬を使い切ってしまってな。まだまだ必要なんだが材料が足りない。必要なものは。あんたが薬の材料を揃えてくれるのか。町のためにぜひ頼む。これが必要な材料と道具だ。ほう、みんな探してこい、取ってこいだな。子供たちがいないってことは、今モーグリメダルの交換もダメでしょうな。教会の方に行ってみるのはありだな。そりゃここにはいないだろうし。あ、秘密基地入れる。君か。どうぞ見てって聞こ。お、何やら在庫が限られてるものが。あ、ていうかこれ買えてなかったから買っちゃう。で、あー、こんなのあったっけ前。でもアンガーマックスが好きだからいいや。あと、何これ。戦闘中カエル状態になります。どんないいことが。薬の調合用すり鉢。ちょっとさっきもらったメモ見てなかったけど、買っちゃうか。もういいか。あ、ひょっとしてこれでよし。子供たち、ここ秘密基地なんだから、この奥に行ってたりして、行ってみるか。いねえじゃねえか。まだ他に住民を探せばサブクエが発生するかもしれないけど、サブクエがサブクエを呼ぶことがあるから、とりあえずこのままよろしくお願いします。探索してみよう。チョコボが教会方面にいるかもしれないから、教会方面に行ってみよう。誰だあの人。あ、これチョコボファストトラベルだ。まだ発見してないから、この辺でしか使えないと。あ、なんでも屋さん、いいところにいらっしゃった。どうもどうも。自分、活力新聞で記者をやってるものでして。何が新聞だ。神羅の宣伝ばっかじゃねえか。ええー、まあ、ただだからこそ手に入る情報もありまして。興味あります。実はですね、神羅の某部署がコルネオの財宝を押収することになったのですが、なんとその財宝が隠されている部屋の鍵を何者かに奪われてしまったらしいんです。その鍵を奪ったのが、何を隠そう、スラムエンジェルなんですよ。神羅やコルネオを付け狙う五番街スラムの盗賊です。あのスラムエンジェルがまた現れたんです。
どうです?今度こそ興味ありません?まあ、ねえこともねえな。でも時間もねえ。興味ありですね。では、何でも屋さん。スラムエンジェルのアジトは覚えてますよね。あんた、懲りてないのか。いえね、前向きに考えようかと思いまして。スラムエンジェルに狙われるなら、それはそれでネタになるなと。はあ、何をさせる気だ。盗まれた鍵を取り返したら、財宝は皆さんのもの。私はスラムエンジェルの正体が知りたいだけなんです。なので、何か分かったら、ちょこっと情報をいただければ。まあいいですとも。やはり取れるんだ、あの気になってたコルネオの財宝。行ってみよう。あの高台がスラムエンジェルの隠れ家だったっけ。何?ここは墓場、誰かいる。あ、子供。あ、クラウド。ああ、こいつが迷子か。こいつとか、迷子とか、いきなり何?ああ?こんなところで何をしてる?一人なのか?それが…見回りのみんなと倒れたお墓を直してたんだ。そしたら笑い声が聞こえて、気がついたらみんな消えてた。これ、この声がしてみんな消えたんだ。来るぞ。ゴーストか?ファントム?いない!沈め!消えた。当てれるかな?頼られちゃな。あ、消えちまった。消え失せろ。マジかよ。1300で強えな。この野郎。また消えた。アンガーマックス。あ、思い出した。こいつあれだ、回復魔法が効くんだった。それもかなり。ん?聞いたか?いて。ここはおとなしく召喚獣でも呼んだ方がいいかも。バーストした。これだなら一旦叩く。集中して。インフィニットエンド。ダメか。ならカーバンクル回復お願いしよう。序盤から何度も呼んでるけどね、サポート召喚獣としては最強すぎるな、こいつ。連携しよう。待ってました。A を先に倒して。アンガーマックス消えたし。痛い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 。任せていいか。やっちゃおう。危ないな、これ回復間に合うかな。間に合わない。これで起きる。まだやれる。ゆっくりよ。あのファントムを。そっちは任せる。おう、任しとけ。いや、 A をやりたいのに消えやがる。アンガーマックス。A よ。また消えた。よし、倒したか。よし。
次。あ、クラウドさんもいる。たく、なんでこんなとこに来たんだよ。ここリーフハウスにいるこの親がたくさん眠ってるんだ。だから様子が気になってさ。そうか。とにかくありがとう。また世話になっちゃったな。俺たちハウスに戻るよ。先生が心配だからね。クラウドさん、これさっき拾ったであります。よかったら使ってくださいです。生意気なガキどもだ。いいじゃねえか。一人だけ釘バット持ってるし。時間か、どんなやつだっけ。時間、ああ、はいはいはい。どんぐらい早くなるんだろうな。使いたいんだけど、歩きマニア、これ済ませたいな、早く。ちょっと回避切り外して、時間つけてみよう。で、コルネオの財宝とスラムエンジェルの隠れ家だよ。